ほい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 。これでいいのかな。で、ここには何があるんだろう。あ、鍵が開く音がした。グイリー扉が開く音がした。え？ここはなんだ？この空間は。この空間はなんだ？怪しいな。何これ？何これ？落とし穴じゃないだろうな。ん？あ、あ、落とし穴！引っかかったから、見えない壁があるのかと思ったら。あ、なるほど。リフトか。なるほどな。これ戻った方がいいかな、一回。戻ろうか。持ち上げてもらおう。もう一回戻ろう。まだ探索しきれていない可能性があるので。めちゃくちゃ広いな、ここは。他に、おー、ほらほらほら。わかりづらいとこから出てきたな。おっと、危ない。何？おかしいな。確かここにでかい穴があったのに。ん？グイリーが悪さしてるのか。このフロアをくまなく探してみな。きっとグイリーだよ。そいつが塞いでるんだ。ほう。さっき倒したやつではなくて、別の個体？でも穴は何にも開いてないので。ってことは、グイリーまだいるってことか。でもここはもう倒した。で、こっちは来た道。で、それ以外で行けるところは、こっち側か。こっち側の、この辺？このルートとか。ここいるな。どこよ。もうこの広さでいられると困るな。この向こういそう。あ、ここにいた。はい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 。またゴンが残ったな。で、まだいる？あ、まだいるっぽいな。何にも反応がないってことは。こっちは繋がってんのか、ここは。じゃあこの向こうか。あ、感じる。この辺のどこかにいる。この辺にいる。ここか。ノーサーチズ行こう。はい。オッケー。で、まだいるかな。まだいるのかな。まだいるっぽいな。多分倒したらゴゴゴゴゴゴみたいな音がするような気がするんですか。ここだな。お前か。最後のは。ほいほいほい。ほい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 。お、グイリだわ。ありがとう。で、まだいる？もういないだろう。どう？まだいる。まだいるってこと？他はどこ？もうこの辺じゃ気感じないもんな。まだいんのか。この奥いそうだな、この奥。この奥いるな、さては。絶対いる。100% いる。ほら、いた。ほら、いた。お前が最後か。ほいほいほい。これでいいんだろ。ノーサーチで吸えばいいのに、律儀にサーチしちゃった。で、お、変な音。ゴコココココっていう音かと思ったら、よくわかんない音したな。ドプリムリンみたいな。ドプリムリンみたいな。よくわかんない音したな。じゃあ戻ろうか。ちょっとこの扉をくぐっていきたくなる。で、これで穴が開いたってこと？穴開いてる？この辺でしょ。あ、開いてる。これ入っていいの？おー、入っていいの、ここ。どう？この穴のし、この穴は下の階に通じてる。落ちても大丈夫だ。多分な。俺の知ってるメトロとは、まるっきり様子が違ってしまったよ。もう順路も何もあったもんじゃないな。まあでも君は順路通りに行かないでしょ。へえ、ここか。ここは、はぁ、わからん。降りよう。はい。戻ってこれるだろうな、ちゃんと。メトロガーデン2階。どこ？え？どこ？これ、完全に、おお！また来た。
なんか隔離された場所のように見えたんですけど。おい、大変なことになってる。ビクトリアマンションだ。ん？あそこに異常な邪気が、普通じゃ考えられないくらいの強い邪気が漂い始めてる。何何何それ。特別サービスだ。連れてっていいだ。連れてってやるよ。用意はいいな。え？どういうこと？何事？急に。これワープしたの？移動したの？ビクトリアマンション。あ、移動してる。何何？あの窓の下かな？いや、窓はもう行ったから多分上かな。登ってない階段があったので。ワープ失敗。どういうこと？どういうこと？強い邪気に阻まれてしまったんだ。ほう。右手に階段がある。階段を登って3階からビクトリアマンション、ビクトリアマンションに入るんだ。やっぱ階段か。ビクトリアの扉はグイリーが塞いでるかもしれん。用心しろよ。ほう。やっぱ上か。前の探索で上の階行ってねえなって思ってたので。こっちだな。絶対これだろ。絶対ここの階段だろ。おー、よく来るな。ここじゃないの？そっちじゃねえって言われるかな。どうした？端末の部屋に行きたいな。やっぱこっちじゃないのか。だってあんたの左に見えてる階段からチャーターコートに入って廊下を抜けていくんだ。この場所を覚えておくんだぞ。ここからでないと、ビクトリアの3階には入れないんだ。戻ってくるにはチャーターコートの3階から中庭に通じる階段を使う。それしかないんだよ。あ、じゃあこっち行かない方がいいのか。セーブしたい気もするけど、戻ってくるのがめんどくさくなるってことか。じゃあここじゃないのか。ここかと思ってたんですけど。あ、ここじゃねえわ。いや、ここだわ。僕が思ってたの。ここじゃないのか。ってことは、あ、ちげえ。この階じゃない。この上の階の階段だ、僕が思ってたのは。この上の階の、一回外に出て、どっち？一回外に出て、どうした？え、ここ？ここで合ってる？ここなの？ここで合ってんの？わかんなくなってしまった。頭がパニックになってしまった。こっちは何？ちなみに、あ、これはグイリー扉か。さらに上か。はい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 。ビクトリア、おお、すごい邪気だな。でもこの部屋ではないのか。この向こうか。邪気がすごい。倒そう。おお、よかった。ノーサーチ随したランダムだったので、属性2個持ちの状態のノーサーチ随はちょっとヒヤヒヤするな。でカチャオンしたな今。こっちは何？ん？こっちは何？何もないの。4階なんてろくに探索してないですからね。まあ行動範囲が狭いっていうのもありますけど。ここじゃねえのか。これでまた戻ればいいのかな。戻ったらどっかしらの扉が開いてて、どこ階段？これか。でとりあえず天窓があったところに行きたいんですよね僕は。天窓があったところ、ここも邪気感じるけど、ここどこ？あれ、ここどこ？これ違うわ。違うわっていうか。2階分登ったのかな？ん？どういうこと？思考が停止している。ちょっと邪気を感じるから、まずそれをなんとかしたいな。足が遅い。ん？ここじゃないのか。ここは何？この部屋は。これ来たとこか。ここじゃなくて、あのでかい扉か。この扉の向こうか。いや、ここ入れないのか。ちょっと待って、さっきのグイリー扉、引っかかるな、すげえ。グイリー扉、
途中で見かけた。わら入れるようになってんじゃないか。何これ、これどうなってんのこれ、何これ、ん、ここはどこ、え、これどうなってんだマジで。天井が抜けてる、すげえ気持ち悪い。なんだあの構造は。うーん、邪気を感じるけど一向にエンカウントできないな。ここじゃないのかな、この向こう、この向こうっぽいな。こう回ってん、ここにもいる。ちょ、体力がやべえぞ。はい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 、ランダムよっけ出てくるな。でこれまた開く、あ、開く音がした。でも開く音はしたけど、もう一体いるんですわ。倒したいのが、倒したいのもう一体いるんですわ。どこだ、どうやっていくんだ、ん、これ上か、この上の足場を渡っていくのか。この足場にはどうやって乗るんだ、ここからはいけないのかな。あ、ここから乗れなさそうだな。こっちか、ここから行ける、いや、ここからも行けそうにないような感じはするな。こっちか、うん、ここにも邪気がある感じるな。今の邪気はどこからだ、ここは開く、あ、ここ開くようになって、気持ち悪っ。あ、ここでいいのかな、親玉の BGM だ。親玉のテーマが鳴ってる。すげえまがまがしい部屋に来ちゃった。ビクトリアマンションってマンションでしょ、こんなマンション住みたくねえんだけど。めっちゃ邪気。ここも属性大量持ち食いに出てくんのかな。ちょ、急に不安になっちゃった。いや、見たことねえやつだこれ。これ中ボスだろ、これ中ボスのダメージ量だ。中ボスのダメージ量、ちょっとグイリー玉ね、向こうだったら耐えれるかな、体力的に。死ぬぞこれ、もう一発耐えれるのかな。ちょっと一応男油使うわ、意味ないと思うけど。多分割合ダメージなんで回復しただけ。あ、そうでもね、じゃあもう勝てるわ、グイリー玉連打で。吸収とか行きたかったけどな。ういういうい、これ勝ったな。うん、最初の一発目はめっちゃ持っていかれるけど、二発目からは普通のグイリーとそんな変わんないんだよな。うぅ、まだ嫌な BGM がするな。なんか開いたな今。ここから行けるとこ、あのちっちゃいスペースか、行ってないとこといえば。どうやって行くんだ、こっち、こう回り込んで、この部屋にはもういないな。ここか、ここか、ここになんか怪しげなのがいんのか。ちょ、暗い暗い、明るくなって、明るくなって。暗いよ。バンブージー、バンブージーどこ、バンブージー、来い来い。うん、何これ、え、何この立派な扉。え、あ、開いた。ん、何これ、カバン、カバンちゃん、驚かない。え、私よ、コニー、コニーヤンよ。そういえば私はずいぶん前にマーフェイによって万人にされたの。あらあら、それ以来ずっとお供をさせられていた。あらあらあら、あいつはここの地下にいる。うん、そうか、コニーアン、ビクトリアマンションの4階だっけ、何階だっけにいるって言ってたな。ここにいたのか、コニーアン。うわー、もう杭打たれてるじゃん。ちょ、コニーアン、シャオヘイの意識の中で出会ったのは確かに彼女のお姉さんだった。なんで膨らんだ今。お姉さんはシャオヘイに腕人を、シャンジーっていう腕人を連れ戻すようにって語りかけていた。
何のことだかわからなくて、もう少し彼女の意識の中に留まっていようとしたんだけど、お姉さんの存在が次第に大きくなって私は弾き出されてしまった。なんで膨らんだ今。あーでもコニーやん、ちょこの杭を抜いてあげようよ。うわ液体が、赤い言い知れぬ液体がしまっちゃった、追い出されちゃった追い出されちゃったわ。コニーやん、ずっとここに捕らえられてんのか。でもあの生体通信使えるっていうことなのかな。回線上に自我があるメンバーの一人だもんな、コニーやん。じゃあ地下に戻って打倒マーフェイってこと。ここから地下降りれる。ちょ、これぐるぐるしてんな。ここか。はい、ちょ、バンブージー、バンブージー、あ、来た来た来た。どうするよ、もういよいよマーフェイと戦うみたいな。ひどい話だ。全くだ。あの腕輪もう先は長くないぞ。やだやだやだ。マーフェイって何者なんだ。ここからじゃビクトリアの地下には行けない。一度大色に送るよ。おう、そっか。なんすげえ悲しいな。マーフェイマジで許さんわ、本当に。コニーヤンをね、ずっとサポートしてくれてたコニーヤンをあのカバンちゃんにしたっていうのもあれだし、であとなんだっけ、マリア、文鳥のマリアの件もあるしずっと根に持ってるからな、文鳥のマリアのこと。とりあえずいつもの 2,3 倍ぐらい収録したので、今日はセーブつけて収録終わろうと思います。めちゃくちゃ長い収録だった。2時間ぐらい収録したな。いつも40分ぐらいなのに一度の収録。よし、一応メールも確認。あ、メール来てる。メールだけは見ておこう。はい、誰から。コニーヤン、陰陽師、久しぶりだな。おお、やっと繋がったぞ、このポンコツめが。そうだ、君だ。早くこのメールを読んでわしのところに来い。もう一日あるんだ。見つかったんだ。データベースが回復して見つかったんだよ、ファイヤーの日が。ご先祖はちゃんと記録しておる。間違いない。いいか、早くわしのところに来い。しかし困ったことに、コンテンギにその日付が見当たらんのはどういうわけだ。なるほど。はあ、ははあ。サチコでどうだっつってたけど、サチコでどうだの声の人、この人だろ。この人がサチコでどうだだった。じゃあセーブつけましょうか。いやいや、いろいろあったなぁ。とりあえずセーブ開けようかな。はい、じゃあ続きは次回。でも陰陽師のところに来いっつ、陰陽師が自分のところに来いっつってたってことは、もう一回竜城炉に戻るっていうことなのかな、この後。でもマーフェイをなんとかせんとな。まあその辺は次のパートからやっていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。